次はこちらになります。バン、知られざるニュージーランドの UFO 墜落事件。はい、これはね、はい、かの有名な並木慎一郎大先生の記事です。はい、まあ、UFO 事件ですね、一言で言うと、うん、しかも場所はニュージーランド、ね、ニュージーランドです、はい、ニュージーランドってね、なんか日本に日本列島とちょっと形が似てるな、ね、似てるって言って四季があって、ね、みたいな。北と南があるでしょ、はい、ちょっと南の方ですね、事件があったのは。これは、ね、古い古い話になるんですけども、はい、ニュージーランドっていうとね、先住民はマオリ、マオリですね、うん、マオリ族と思うね、はい、このニュージーランド、あれですよ、まさにね、頑張って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 、はい、やってましたね、ね、はい、あれはマオリの儀式ですから。あ、そうなんですね。そう、ニュージーランド、ニュージーランド、マオリ族の儀式です。この戦いの、頑張って頑張って、お、舌出すでしょ。だからポリネシアの木彫りの像なんか見ると舌出してるね、うんうん、このマオリに伝わる伝説、はい、これ、ね、古いんですよ。この12世紀っていうから今からもう800年ぐらい前に、うん、なんかね、ある日ね、空にね、すごい長い、長くて巨大なものが飛んできたと、うんうん、飛んできて、その中から別のなんかのものが出てきて、あーって見てるうちに大爆発したっていう。大爆発、大爆発して、もう地上がもう火事になって、はい、大惨事になったっていうことをずっと伝えてる。これタマアテアの炎タマアテアとマオリの方々は現代に至るまで語り伝えてる。これどう考えても、これ UFO だべ、クレンみたいな感じで、ね、どう考えても UFO だべ。そうですね、 UFO の墜落、爆発、そう、だから800年ぐらい前だとね、まあそうですね、だから日本で言うとさ、鎌倉時代ぐらいの、うん、鎌倉時代のことって結構ね、日本もね、うん、そうですね、記録残ってるでしょ、大仏だって残ってる、うん、 そうですね、そのぐらいリアリティがある話なんだけども、まあ一般にはね、神話伝説っていうのは、まあ史実じゃないよ、現実じゃないよ、あくまでも物語だよ、はい、と言われるんですが、これひょっとしたら本当かもしれないほうっていうことが、まあそういうことを調べた方がいて、まあ、UFO 研究家の方がですね、そうなんですね、これ事実であるっていう確信のもとに調査したところ、そのニュージーランドの南の方に、ね、でっかい、まあ、いわゆるクレーターがあるわけ、これは束縫いクレーターと呼ばれてる、はい、まあ、本当に本当にすり鉢状、どでかいの、どでかいの、まあ、ツングースか、あ、そこだよ、そう、そこですか、そうなんだよ、そのレベル、そう、1908年、はい、ね、シベリアのツングスカ上空に突如現れた火の玉が大爆発を起こして、はい、うんうん、ね、すごい、もう森林がなぎ倒されてね、もう1週間ぐらいその空がね、赤く染まって、その色はヨーロッパでも見られたってぐらい、うん、とんでもねえ大爆発、はい、だから核爆発じゃないかとかね、はい、まあ今ではね、大体ね、科学者というかね、聞くとかね、ウィキなんか見るとさ、これは彗星が爆発したんです、うん、何言っちゃってんのかなみたいなね二言目には彗星だ、彗星、ね、あれね、実はね、方角変えてんだよね、目撃証言を見るとこう来てこう、え、ツングースカも、ツングースカってね、あ、そうなんですか、どう考えても途中で方向変えてるの、でね、もう先住民は見てるの、その、うんうん、ただ単にね、火球とかね、隕石みたいな明るいものがこう来てガーッじゃないの、うんうんうん、ちゃんとこういう細長いものがこう来て U ターンしてドッグーンって、それは
わざとなんですかね、それともなんか事故で爆発しちゃったんだろうか。水星じゃないとするとこれどう考えたか、浜木型 UFO ですよね。だって1908年だよ。わかる。まあ最近最近まあこう地球の生まれ誕生からすれば第一次世界大戦、第一次世界大戦で日露戦争の後ぐらい、日露戦争のね1904年でしょ、まさにその後の、へえ、だから同じようなことがあったんじゃないのかってことで、そのクレーターを調べてみたところ、やっぱりね、やっぱりおかしいんだよ。ありえない金属が、ね、発見されて、注目はねアルミニウムなんだよ、純度 100% アルミニウムが大量に見つかってる。純度 100% 今はみんなアルミあるよ、アルミ缶、ね、今はそんな珍しくないけど、ね、はい、あのそうそうそう、知り合いのカメラマンがさ、はい、あの取材の時に熱心に必ず語るんだよな、アルミ缶に酔っ払うとさ、はい、あのアルミ缶の上にアルミ缶っていうのを、ね、発見したらしいんだよ。アルミ缶の上にアルミ缶すごい気に入ってる、酔うとね必ずこの話をするんだよ。ちょっともうそれね、今日言われたからもうみんな忘れないですよ。アルミ缶を見るとアルミ缶の上にアルミ缶ずっともうなんか、ね、言いたくなって傑作らしい本人の中ではね、でうふふふってまあご存知の通りアルミっていうのはね今ねその電気分解で作るんでね、はい、で本来ね、はい、アルミっていうのは自然界にはまずね存在しない、まあないわけじゃないんだよ。はい、例えば金とか銀っていうのは自然金自然銀っていうのがある、同じように自然アルミっていうのもあるのね、はい、ただそれは本当に希少でそもそもねそんなもんない。アルミっていうのはボーキサイトを電気分解することによって作られる。だから今みんなねいろんなジュースだとかビールの缶ね、まあ ね、 はい、ねアルミ使ってもでもこの時代にそんなものあるわけがない電力が必要だとするじゃあ何かの爆発によって、だからそういう工業製品というか人工物の、はい、その12世紀大爆発のその破片じゃねえの。おでももうすでにねクレーターがあるっていうことは、ただねあれですよね、考えてみればねそんな800年以上も経ってるからさ、ああこれはね土砂崩れ、土砂崩れ、ね、自然のね地滑りだよ、ね、隕石のねクレーターなんかじゃねえよというふうに言われてるわけ。そうなんですか。でもそうじゃないと、誰も研究してないだけで、実はこれは UFO が爆発した時にできたクレーターだよ。ってことはまだ UFO のかけらとかが、そうだからさっきのアルミニウムとかね、あのレアメタル系のね金属っていうのはいっぱい見つかってて、これ分析すればさ、そうですね、今ねクレーターじゃないって言われてるってことはあんまりそんな手つかずになってるでね、でかいでしょ、でかいのが落ちてくるね。確かにね爆発して、もしそこに 何者かがね乗り込んで操縦していた、はい、まあ事故でねほとんどお亡くなりになったかもしれないけども、あれ生き残ったやついるんじゃね、とかね、そうですね、それを迎えにもう一回来てまた爆発してるかもだからねこれね、これから、はい、まだまだ調査してる人少ないんだけども、ね、伸びしろあるよ、すごくありそうですね。そんなね数百年で朽ちるようなものでもなさそうですね。だから考えてみるとね、ニュージーランドを含めてねポリネシアのね神様、はい、ティキってね、はい、ティキティキとかね、だけども、その神様の像を見るとね目がでっかくて、あこれグレーじゃねとかね、レプティリアンじゃねなんかね、そういうのありますよねというね、まあいわゆる古代宇宙飛行士の飛来説、はい、からするとね、まさに。ということは800年前の宇宙船って
案外ポンコツなのあったってことですかね。いやまあやっぱりね落ちちゃうってなかなか、まあ、仮に宇宙人だとするとね、はい、まあ機械だから、うん、そういう失敗もあるんです ね、だってコンピューターだってバグがあるんだから、うんね、証券取引所だってね、故障でさ1日あのそうですよね、故障ですかねあれは。バックアップとかさいろいろ普通はさ、はい、リカバリーのさ何重にもあると思うのが普通じゃない。それがこんなことになるんだよ。なるわけですね。だから宇宙人だってね、宇宙人の川の宇宙人はねすごくかもしれないけどね、はい、機械はやっぱね、はい、ちょっとしたバグというかな、あなんかハッカーにやられたのかと思ってますけど、わかんないよそれは。エイリアン同士の戦争かもしれないし、うん、あとねやべえ超能力者がいたかもしれないよ。あそうですね、そうだから諸星団みたいにさウルトラ念力とかえそういう、ね、ウルトラ念力じゃない、知らないけどえ強そうですね。その諸星団がね怪我でね、はい、ウルトラセブンに変身できなくなって、はい、でその時怪獣現れた時にウルトラ念力っていうのでね怪獣の動きを封じ込むって。強いすげえんだウルトラ念力だそういうね超能力を持った人間がいればね、そうですね、ひょっとしたら UFO もね、うんうん、来るってね墜落するかもしれないし、爆発もねあり得ますもんね、うん、へえ。神様じゃないからね宇宙人もね。いやいつもねなんか墜落する UFO ってどうしてだろうっていうところがね、それは味だなって思って、ね、まあ地球人じゃないけども人間だものそうですね、間見そうだよ宇宙人だって人間だもの。そうですね、墜落もするさ UFO は。そうですね、そうそっかそっか、そう完璧じゃねえんだよ三つをですね。そうだよ、はい、じゃあ心温かい感じで絶対ね演歌歌ってると思うよ絶対に宇宙人といえどもね、はい、失恋してね結構ねへこんでるやついると思うよ。失恋ね、失恋してそっか、もういると思うよ。いじめだってあるかもしれないしねはぶられたり、ね、一緒にこう飛行してたのにね。そうそうそう、あれ宇宙人だってね多分ね嫌なやついたりしたらさ、そうそうそう、放課後さ体育館の裏に呼び出しするかもね。そうですね、根性焼きとかさ、おいお前地球来いよって言われて ね、ちょっとはめられたとかねあるかもしれないですよね。神様じゃねえんだから。そっか、そうですね、ちょっと崇拝しすぎてます。神様じゃねえかね。そうですね、まあ、だからねそういう圧倒的な技術がある存在を見てね昔の人というかね神様というふうに思っちゃうかもしれないけれども、うん、人間味というかなんか生物味があるわけですね。生まれた時にはおぎゃーって言ってんだよ宇宙人だって。うん、そうですね、案外ね我々と似てるって言いますから ね、そうだそうだ、ね、それは失敗もありますね、うん、そうまあそういう意味でねこのニュージーランド、まあ、ニュージーランド版ツングースカ事件、はい、ね、これ今もムーでもね初めてじゃないかな扱ったのね。あ、そうなんですね、なんでちょっとね新鮮味があるというかね。そうですね、クレーターについてネットで調べたけどなかなか出てこない。なかなか出てこないべ。そう、あれと思って、ほらそこはさ、そうびっくりしました。もうネタ探すの大変だから ね、まあ、並木先生ね今回はね、さすがです、さすが並木先生です。はい、なんでもっと広い、ね、調べてほしいなと思いました。よろしくお願いします、はい。